はい、皆さんこんにちは、小坂でございます。ファイナルファンタジー14続きをやっていこうと思います。さあ、引き続きラハとね、いろいろ探索を進めていきましょう。レベル90クエスト、ハローワールド受注。まずはオミクロンベースへ戻って聞き込み中の2人と合流しよう。事情を伝えて追跡に協力してもらわないとな。はい、クエストアクセプテッド。いや、私にとっては大変馴染みの深いハローワールドという言葉がここに出てくるとは。ってことは何かが起動するのかなね。多分ちょっと前のね、FF でもお伝えしましたけれども、パソコンのね、プログラミングを始めるときに一番初めのね、例文として打たれることが多いのがね、ハローワールドなんだよね。あ、これは飛んだ方が早そうだな。オミクロンベースへ飛びます。なのでね、自分も打ったことあるし、あとね、自分の朝の挨拶はハローワールドにしてるんですけどね、私はね。はい、まあ、最近は言ったり言わなかったりしてるんですけど。さて、2人と合流です。2人はなんか新しい情報聞けたかな。聞いたわよ。気がかりなオミクロンを見つけたんですって。よかったわ、こっちは同じような話ばかりで困ってたの。長期行動計画ユニットについて質問しても、存在は知っているがユニット単独と面会する方法はないって口を揃えて言うし。あ、でもオミクロンベースには職務以外の行動を取る個体はいないってことの証明にはなったかもしれないわね。で、そっちはどんな点が気になったの。なんか木についてね、シアンを巡らせてる方がね、いましたからね。生きる理由に迷っているオミクロンか。確かに他の個体にそんな素振りはなかったわね。それがマスターに類するものだというのもあり得る話だと思う。ほら、オミクロンは他の星を侵略して、そこで得たデータや資源をもとに自己を強化すると言っていただろう。それなら体を大きく入れ替えるような技術も発展しているんじゃないかと思うんだ。どういう意図かはともかくとして、マスターが一般のオミクロンの体を得ることも不可能ではなさそうだ。なるほどね、まあ、小回りが効きますからね、ちっちゃい方がね。問題はそれをどう証明するかだな。カマをかけた時、あいつは職務に戻りますとあくまで一般人であることを装った。マスターですかなんて聞いて素直にうなずいてくれるとは思えない。何かをね、何を伝えればね、協力してもらえるでしょうかね。なんか思いついたかな。だったらこういうのはどう。さっきラハがやってたことを応用するのよ。電撃ビリビリかい。アクセスポイントに今度はもっと大きな雷撃を落とす。マスターがびっくりして飛び起きるようなやつをね。そのタイミングで例のオミクロンをよく観察しておいて、何かしらの影響が出ていたらマスターとのつながりの証明になると思わない。確かに冴えてる。思い切ったな。けどすぐに試せる手段としてやってみても良さそうだ。でしょ、それなら私がアクセスポイントに雷撃を落とす係をするわ得意そうだけどね。その間君の背中は私が守るよ。警備用の機械が飛んでこないとも限らないからね。まあ確かに、攻撃だと思われるとね。だったら俺が例のオミクロンに声をかけて会話で気をそらしておく。あんたはそれに付き添っているように振る舞いつつ、あいつに異変が起きないかしっかり見ておいてくれるか。観察はね、どっちかっていうとラハの方が細かく見れそうだけどね。実は君たちがここに来る直前に同じ方角からやってきたオミクロンがいたんだ。彼はオミクロンベースに入らずアクセスポイントの方へ向かっていた。てっきり巡回かと思っていたから、もしかしたらきっとそいつだ。すぐに追いかけて作戦を決行しよう。じゃ
私たちはアクセスポイントの前で待機しておくわね。あなたたちに雷鳴と閃光が届くよう派手にやってやるわ。でも近くにいるんだね。まあすっ飛んでくる前にもうその子がね来るかもしれないね。うまくいくさ。サンクレットやエスティニアン、ヤシトラニウリエンジェもそれを願ってくれてるんだ。行こう、あの悩めるオミクロンのところへ。私たちのね動きを見てなんか興味深いとか思ってくれるといいんですけどね、オミクロンもね。さあ、さっきの機械のとこですね。この大きいね丸いものが動くと思っていなかったけれども、でかいな今ここにいる子。特にフェイトとかでもなかったよね。あれ、これどこだ。こっか。いつもマウントに乗るのを忘れちゃいますね。さて、あ、窓アーマーは似合うな、この場所に。あー、しまった、ラハがいるけど負けるかな。ちょっと遠くまで足を運んでから、 OK さあ、ターゲットを切って。あんた、さっき木のところで話したオミクロンだろ。また会えてよかった。ちょっと聞きたいことがあったんだ。あの木についていた装置についていくつか教えてもらっても。うん、機密に抵触しないことであれば。二人は会話に興じ始めた。まもなくアリゼもアクセスポイントへ雷撃を見舞うことだろう。はい、あー、これでまた観察なんですね。はい、M017 の観察を開始します。雷撃の直後に異変を起こしている箇所があれば左クリックで確認しましょう。はい、どっか変わるかな。ピカピカ、あー、頭、あー、遅かった、ごめん。アリゼもう一発。ない、通話しないとダメかな。お、はいはい、あれ今出てたよね、異常動作押せてなかったかな。何回もやんないといけないかな。複数回やんないといけなかったんですね。って感じですね。私に異変が生じていると。確かに先ほどから指揮系統と接続が断絶的に切れています。近々クリニックで見てもらった方が良いでしょうか。あなた方には関係のないことかと。いいや、あんたに必要なのはメンテナンスじゃない。俺たちに真相を話すことだ。こうして話している裏で俺の仲間がマスターと交信するための端末に雷撃を落としていたんだ。あんたに起きた異常はそれによるもの。つまりあんたとマスターにはつながりがあるんじゃないか。もうね、関連が見えちゃってますからね。皇帝、その事実を認めます。あなた方がなぜこれを暴きたかったのは分かりませんが、なぜこれを暴きたかったのかは分かりませんが、これ以上の話はどうか他のオミクロンのいない場所で。彼らに私が私であることを知られたくないのです。分かった、それならアクセスポイントのところへ行こう。俺の仲間たちもそこにいるからな。なんか光線的だったりそういうね生命体ではないように見えるんだけどね、どうなんでしょうね。何か理由がありそうだけれども、
どんな理由だったんだろう。さあお話ししていきましょう。改めて自己紹介をしましょう。あなた方の指摘通り、私はマスターの機能を得たものになる存在です。うん。種族全体の未来を検討し、そこに至る道筋を示すもの、長期行動計画ユニットと呼ばれています。ああ、もうここがそうなんですね。あなたが、この体は持ち主が別の体に乗り換えたことで使われなくなっていたもの、うん、そこに入り込み職務を放棄していました。理由を聞かせてもらえないか。さっき木の前で聞いた話もあんた自身の悩みだったんだろ。そうだよね。私たちは遥か昔、全く別の形をした非常に弱い生き物でした。うん。同じ星に住む別の種族に圧倒され、追いやられた子孫たちは強さを求めて体の一部を作り変えた。うん。それがやがて全身に及び、最後に残った脳細胞、精神を信号化して体内に保存できるようになったことで、ついに不要となったのです。うん。こうして完成した完全なる機体をオミクロンと呼び、その力で私たちは星全部を制圧しました。なるほど。けれども、すべての不安が払拭できたわけではありません。私たちの星は、かねてより、異星との交流があった。そこに別の文明があることを知っていたのです。うん。弱き存在は、強き存在に制圧されます。暗黒の宇宙では、より強くはなればならないのです。それを実現する資源と確信を求め、異星信仰が行われました。うんうん。成果は実に目覚ましいものでした。今ではあの流星すらも滅ぼせるほどになっています。うん。けれど私はエラーを起こすようになってしまった。先の計画を立てることができなくなってしまったのです。故障しちゃったってこと？何度も検査をしましたが異常はありませんでした。それなのにどうしてもわからない。強さを得た先、誰にも負けなくなったとしてどうするのでしょう。私たちには強くなることが必要だった。うん。そのための行為は疑う余地もなく肯定されてきました。ですがもし強くなった後の目的がないのだとしたら、それは本当に必要なことだったと言えるのでしょうか。私たちはただ星々を破壊してきたわけなのでは。それで君は指針を出せなくなってしまったのだね。オミクロンはもうこの星から出ることはありません。永遠に下されることのない出撃命令を待ち、閉じて終わる。今の私にできる選択は選ばないことだけです。あんたたちがやってきたことの良し悪しは俺が語っていいことじゃない。だがどんな形であれ、ここを行き止まりにしないことはできるんじゃないか。新しい目的を、何がしたいかをあんた自身が決めるんだ。それは不可能です。
たちも当初は何か目的を持って強さを求めていたはず。うんうん、それが分からなくなってしまった要因は、存在が強くなっていたことだと推測しています。なるほどね。自身の期待に置き換え、脳さえも残っていません。全てのパーツを入れ替えたのです。どうして同じものと言えるでしょう。ああ、これテセウスの船ですね。私はもう私であったもののように欲求や願望を喪失することができない。引き継がれてきた命令をこなすだけの実行端末に過ぎなかったのです。この絶望なら突破できると思う。もう喉まで出かかってる言葉があるんだけど、それをぶつけるには。俺とさ、約束をしてくれないか。なんだい？あんたとの約束はいつも俺と未来をつないでくれた。だから今回もこれが最後にはならないって、そういう願掛け。うん、そうかなと思いましたよ。さあ一回考える私。うん、ダメはダメですね。ちょっとかわいそうすぎますね。はい、何でも来い。何でもはちょっとあるかもしれないけど、ダメだって言ってる人もいるかもしれないね。でもこれはね、えーってなるよね。言ったな。だったら思い切り欲張るぞ。まずイシュガルドに行こう。うん、この前エスティニアンを探しに行った時はゆっくり見て回れなかったからさ、思い出の場所を案内してくれよ。それからあんたはいろんな冒険をしてきただろ。その中でとっておきだったものを教えてほしい。できれば現地でさ。これ漆黒だったらどうするんだろうね。せっかくまた同じ時代に生きてるんだ。英雄譚をたどるんじゃなくて直接話を聞けたら嬉しい。最後にあんたも経験したことのない新しい冒険に出よう。大地を駆けて海を渡り、時には悠久の風に乗って空へ。絶対に約束だ。鎧だったから痛くなかったかなという心配を持ち、でも心残りがねないようにしないとね。なあマスター、昨日お休みって言った自分と今日おはようを言った自分、それが完全に同じものだってどうやったら証明できる。記憶がつながってることか。でもそれは忘れてしまうこともあるし、捏造する方法だってあるよな。なら同じ体を持つことか。厳密に言えば生きているだけで体は変わっていく。完全に一致させることは不可能だ。うん、魂にしたって俺たちの星には一つの魂から分かたれた存在がいたが、同じ人物ではなかったよ。俺もさ、自分を塔の端末にしたり、記憶と魂を重ねたり、いろいろとやってきたんだ。その度にやっぱり考えたよ。
何が自分なのかってさ。答えは出たのですか？分かったことといえば、この問題は俺だけじゃなく、きっと誰にもはっきりさせられないってことくらいだ。だからこそ、昨日までの自分を理由にして今この心が思ってることを消す必要はないんだよ。確かに紆余曲折あったが、俺は今が好きだ。みんなと一緒にここまで来られたことが命一つ張れるくらい誇らしくて嬉しい。その心のままに望むんだ。先を、未来を、また約束が果たされることを。いいえ、私にはできない。欲求は分かりません。願望も分かりません。それらを消滅する方法すら予測はつきません。俺もそれを胸の奥から引っ張り出して言葉にするまでにすごく時間と勇気が必要だったんだ。その時のことを教えてやるよ。壊れかけた世界から明日を願った人々の冗談みたいな希望の話、おやすみとおはようの間に叶った望み、まさしく夢の話をさ。知りたいと願ったんでしょうね。ラハ！ここでラハもね、いなくなるとはちょっと思ってなかったけどね。もうクリスタルといえばラハって感じですよね。バカ、一度くらい最後まで見送る側でいなさいよね。確かに。残されたもののね、辛さっていうのもありますからね。やっぱりね、それはアリゼはすごく噛み締めてる感じはしますよね。だ、みんなも分かったような顔して、こっちがどんな気持ちでいると思ってるのよ。次に会ったらおでこ弾くぐらいじゃ許さないんだから。そうだよね。まあでもアリゼの強さだから、そのね、思いを受け止められてるっていうのもあるかもしれないですよね。さあ、ハローワールドコンプリート。やっぱりね、ラハのねターンじゃないかなとは思ってたんですけれどもね。さて、だいぶ大詰めですね。次のクエストタイトルがとてもシンプルだ。だけれども、進むのはちょっとブレイクで次回にしようと思います。ではでは、今回はここまで。続きは次回をお楽しみに。今回の動画いかがだったでしょうか？もしちょっとでも楽しめたよっていう方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。またね。